まあ、彼があの攻撃に重く置くチームなので、まあ、誰がこれあの点取っていくかなと思って、まあ、この辺のサイドの攻防っていうのもね注目したいですね。はい、さあファーストハーフのスタートです。まずアウェー湘南ベルマールのサポーターも1000人ほど駆けつけています。今度はハイボール、ファーでヘッド、もう一度シュート、こぼれ球、その前にハンドを取ります。これファーポストに飛んできてそこをまあ折り返したんですよね。打って前田大然、左はエウベル、内側から小池も来た、エウベルシュートだ。やっぱりフィニッシュまで持っていきましたよね、はい、止めますからね、中川、そして岩田のシュートだ、クロスバー、出れるようにしましたからね、これは先ほどの岩田のミドルをしています。4対3、岡本を使う、折り返しシュート、決定機でした。ベルマーレ、最後は大橋でしょうか、まあ、ここ前田大然がスライディングして、岩田、中川えぐった、さあ中川折り返し、エベル、もう一度中にシュート、クロスバー、オライウが合わせ、まあ、守備ブロックをこ う, うまく動かしたいという狙いはあったと思うんですね。ただやっぱり好調だなっていうところは、まあ、出てきたこの湘南に対してうまくそこのスペースをこう見逃さなかったのかっていうのも注目ですね、はい、エンド変わって右にホームの F マルノス、左にベルマーレ、さあヘディング、ポスト、こぼれ球、チアゴマルチンス、クリアしますっていうのはショートやりますけど、この辺はあえて、まあ、合わせましたね。オナイウ、天野、クロスを入れて前田大然、落としたエウベル、初ゴールは見事なゴラスト、エウベル、これ前にボール入った時にもうフィニッシュするんだよっていうこの体の向きにしてますし、この前田大然の落としからこれ逆サイドにねよく抑えたボールをサイドネットにこう決めましたけど、力まずね本当自分がこう決めるんだっていう体の向き作れたところも大きかったですし、あともう一つポイントっていうのはやっぱり天野のあのタイミングで深い位置までドリブルで運ばなかった、ここも大きかったですね。サイドから猛ダッシュは中川、交差するように前田大然、決定機でした、ね、まあ、ここものシーンもそうですけどクロス入れてこのダイブ、小池斜めに入れてオナイウキープ、つながって中川、エウベルのシュート、エウベルもしっかり岡本をケアしています。さて拾って小林翔太、クロスを入れた、ファーフリーヘッド、山田直樹の頭、1対1追いついたベルマ、メッシーズ地区のクロスですから、まあ、自分がベンチにいる時からそこはこう頭にあったでしょうし、チームとしてのも狙いもありますし、まあ、あとはここの、選手の間のところにうまく山田もパワーも入った、それから叩きつけた、これによってゴールが生まれましたね。うまく叩いてますからね、はい、さてこのゴールから和田から、もう一度岩田、うん、中川、木田が行く、試合が終わりました。